にちは、鴨下です。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。35年、もうちょっと38年ぐらい前、40年はならないけど、そうですね、そうですね、37、8年だと思います。37、8年か、もう半生きてる半分以上前にその時のこう第一印象がどういった？とにかくかっこよかった。またその思いしかないです。いや、だってまだ27、8、なんかあの独特なもんを着てたんですよ。なんかこうなんか、いや自分本当にこうカジュアルなんですけど、それをこううまく、ドレスに取り入れたりとか、ドレスでもあまりこうきっちりした格好をする、その時なんかちょっと崩したドレスっていうなんかイメージがありましたね。まあ確かに時代が80年代半ばぐらいですから、まあ、あのビームス、自分ビームスで働いてましたのでね、その頃はフレンチトラッドが全盛期だったので、いかにトラッドを崩すかみたいなのが楽しくて、そんなカットばっかりしてました、うん、そんな時代ですよね。なんかジャケットの下にラコステのポロを着たりとか、その当時そういうのあんまりなかったんで、そういうすごいイメージがあります。そうですね、確かにあ、じゃああんまりこうすごい王道の格好というよりはちょっと崩したスタイル。そうですね、あのバリバリな格好っていうよりはドレスダウンがおしゃれだなっていう時代だったので、崩しの美学みたいなのを追求してた、そんな頃です。鴨下さんから見られて最初一番最初そうですね、まあ、先代の社長を継いでまだ、福島さんも20代半ばぐらいだったのかなに入ってこられて、うん、でもう最初からずっと溶け込んで、あの毎回自分たちビームスのもう一人松山君と二人で毎シーズンリングジャケットさんのオフィスに行って、で翌シーズン の生地を選んで発注するっていう作業がね毎シーズンあったんですね。それが楽しみでしょうがなかったんですけど、息抜きですよね、まあ、大阪に来る息抜きみたいなもんもありましたね。まあ息抜きもあったし、やっぱり、ね、あの出張でこうなんかあの東京を離れること自体が楽しかった時代ですから、で一緒に行って、であの美味しいお昼ご飯をご馳走になって、まあ、日帰りで帰るっていうパターンでしたけど、何より必ずそこにいたのが福島さん、福島社長だったんですね。もう先ほどの美味しいお昼ご飯なんかどこの店？いやもう今未だに行く大黒のかやくご飯、まあ、皆さんご存知ですよね。うちの社員はみんな行ってます。はい、未だに健在ですよ。だから未だに、まあ、年一ぐらいは行きますけど必ず行きます、はい、全く味変わんないですもんね。全く素晴らしいですの鴨下さんが仕事でやってて覚えてるのは、結構ね連絡くれないんですよ、忘れてしまったりとかそういうのよくあって、あるある、で早く上げてくれ早く上げてくれっていう割にボタンを振ってこないんですね。それは何年か前にクレイジーボタン、あれは多分今日本で売ってないなかったんですよね。ボタンですか、はい、ボタンはロンドン のビームスが契約しているロンドンオフィスってのがあって、はい、そこの人に頼んで、あのアンティークマーケットで買ってもらった本当にヴィンテージのボタンをどっさり送ってもらって、ブレザーボタンを、それをつけてます。でそれを絵に描いて、ここの位置にはこのボタンをつけてセルテープで貼って送ってきてくれてたんですね。で製品ダブルブレストで一個一個全部ボタンが違うんですよ、全部、はい、なのでその配置レイアウトをそのコピー用紙に貼ってそれを送るっていう作業を、もうすごい売れたんで、もうそれを本当に、ま、いつも何十枚もね。で製品は上がってて、でボタンは一番最後じゃないですか、つけるの。これは送ってこないんですよ。早く早く。いや大変なんですよあれ。
そう、懐かしい思い出ですね。ね、はい、でなんかこうアローゼ打った時も結構オーダーいただいてる時も、まあ、結構商談でしてて、一番覚え多分言われた言葉は多い数だと思うんですけど、あ、いけね、忘れちゃってたっていうのが多いですね。はい、未だにそうです。すいません。でも憎めないんです、昔から。今までいろいろご迷惑かけて、いえいえ、改めて。でもこうやって未だにあの一緒に福島さんとお仕事できてるのは本当に光栄だし、まあ本当に縁ってこういうもんなのかなと思います。今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしく。今回一応テーマとして、まあ、あの旅出張っていうのを一つ挙げさせていただいているんですけど、まあ、今どうしてもコロナ禍で出張とか旅とか行きにくい状況ではあるんですけど、まあ、こういう状況だからこそ、まあ、収束した時にまた行きたいなっていうことを込めて、まあ、ちょっとこう旅にまつわるご質問をさせていただきたいと思います。お二人で、今まで訪れたとして最も印象に残っている、まあ、こっち国内でも海外でもございますでしょうか。自分から、はい、まあ、本当に、いろいろなところに行かせてもらって出張という名のもとに本当に全く仕事に関係ない、例えばイスタンブールとか南アフリカとか、南アフリカはモヘアのヤギ見に行ったんですけどイスタンブールなんか全然仕事と関係ないし、イビサ島も行ったし、一応仕事という、ね、はい、自分としてはそのなんかそこで見つけたいと、街の空気感とかいろいろなものが、まあ、仕事の一環っていうのもあって真面目にそのつもりでは言ってるんですけど、でも本当もうエンジョイで終わっちゃうような時もあるんですけどね。で、印象深い街っていうのは本当にいっぱいあって、ただやっぱり改めて2年間今コロナで海外出張行ってなくて、何が恋しいかっていうとフィレンツェが恋しいんですよね。散々行っててまた行かなきゃならないっていう思いもあるぐらい、毎年毎年2回も3回も4回も行っているのが何十年も続いて、いざ行かなくなっちゃうと、ああフィレンツェが恋しいなっていうのがやっぱり今の思いですね。まあ、僕も、まあ、いろんなところ、まあ、行きました。でやっぱり一番印象に残っ衝撃的だったのは15年ぐらい前に行ったいわゆるホーチミン、ベトナムのところ、あの本当のバイク、ホンダの株の停滞なんですね。それがもうずっと続くんです、株の軍団がそれは衝撃的でしたね。ただやっぱり行ってて、僕はフィレンツェじゃなくてやっぱりパリなんですね、うん、やっぱり好きな都市でもあるし、もう2年も行けてないし、やっぱりそのパリの香りを嗅ぎたいなっていうのはありますね。またやっぱりパリはいい街。いや、それはもう最高、美しい街ですよ、うん、道路とか見てたら犬の糞とかね、タバコの吸い殻とかゴミとかがいっぱいなんですよ。でもその街の空気感っていうのは、初めは嫌いだったんですよ、パリも。そう、若い時は、うん、それがだん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 こう好きになってきて、でももちろんいい食事とかいいホテルとか泊まるからもあるんですけど、やっぱりだん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 こう好きになってきて、何が好きかってパリのホテルの中庭でシャンパン飲みながら読書するのが一番好きです贅沢な時間質問をもう本当によく何度も答えてるんですけど、その時の気分によって違うんですよね。ある時はニューヨーク、ある時はパリで、やっぱりロンドンいいなと思う時もあるし、サンフランシスコも大好きで、そうですね、その時の気分っていうのはどんな環境の中でこう自分がいたいかによって変わるじゃないですか。でなんだかんだいつも思うのは、ああ LA で、LA 行くと必ず車借りてガーって、まあ車ないと
生活っていうか動けない街なので、まあ、車借りてガーッと回るんですけど、そのやっぱりあの開放感っていうのはどこにもない街なので、殺風景だし、そんなに見るものがあるわけではないけど、ただあそこを青空の下を走ってるだけでもうこれで十分だな、人生これでいいなって思える、あの街の空気感っていうのかなが最高です、ね、それはもうヨーロッパには全くない真逆のなんかこうものじゃないですか。で一番とは言えないんだけど、でもなんか総合的にいいな、ロサンゼルス、カリフォルニアって思います。はい、ありがとうございます。はい、社長、あの世界に3つ好きな都市があるんですよ。ずるい、3つ言うんだ。こうつけがたくて。そうですよね、うん、東京とホノルルとフランスのパリなんですね。この3つが最高だと思うんですよ。食の東京から美のパリからもう空気のホノルル、さっき言われたようにあのホノルルの開放感ってやっぱりないと思うんだ。わかります。うん、空が真っ青で海も真っ青 でこうリラックスできる。普通でしたら食事行ってて、例えばハンバーガーかぶってで半分落としてケチャップがついたら絶対ホテル帰って服変えるじゃないですか。でもこのルールだったら全然平気なんですよ。それで一緒ですよ。カロニアもね。それとパリのさっき言った空気感、もうとにかく全てが美しいんですね。意外に東京なんですね。京都でも大阪でもないんですね。東京の食ってないと思うんですよ多分。いやそれ言ったら京都ってあるでしょ。でもね、こう高級なものから、うん、いわゆる B 級グルメまで全て、まあ、確かに東京って多い、うん、で特に人形町とか、うん、いいですね、神田とか、ね、あの辺のこう雰囲気。自分も東京生まれと下町生まれ育ちなので、やっぱ東側の今おっしゃったような人形町とか神田とか神保町とか。神保町とか ね、いいですよね。たたずまいがいい。いいですよ、うん、町中華もいっぱいありますし、ね、でかといってやっぱりいいものも全部揃ってるじゃないですか。やっぱり東京生まれ育ちからかもしれないけど、やっぱり京都の方が自分はなんか刺激はね、ありますね、食事にしても。でもいい街ですけど、これ近いし、まあ、東京の方がなんか慣れ親しんだ良さっていうのを感じる。なるほど。でね、一流のところもすごいいいじゃないですか、ね、やっぱり。はい、はい、そうですね。和洋中ですね、すべてにして。でもホノルル、そうね、ハワイいいっすね、確かにね。うん、なんか身近な感じが一つはいいなと思うし、なんか、なんだろう、パスポート一応見せるけどあんま必要なさそうなぐらいの、ね、こう距離感はあるからそういう点でもいいですよね。これは絶対持っていく旅というか、まあ、それ出張ベースとリゾート行くのでワードローブ変わってくるんですけど、基本的にその何でしょう、目的があってそれに合わせた服装になりますので、まあ仮に出張ベースだとすれば当然スーツジャケットっていうのはそれなりに持っていきますし、まあ仮に遊びで行ったとしてもやっぱり夜の食事とかを考えれば当然ジャケットっていうのは必須なアイテム、自分にとってはねありますし、そうでありたいです。もう今すごくドレスダウンというか世界的にカジュアル傾向になってしまったので、まあ、よっぽどでない限り T シャツで OK なお店ばっかりになっちゃったんですけど、やっぱりそういう意味ではちょっとそれは寂しいなと思うし、仮にそれで OK だとしてもやっぱり自分はお金とのジャケットを着て美味しい食事を楽しむっていうことを楽しみたいと思いますので、まあ、どんなシチュエーションであれ、まあ、ジャケットを持っていくっていうのは、まあ、一番なんでしょう、マストだと思ってます。ありがとうございます。一緒なんですね。やっぱり出張ベースの時はやっぱりスーツジャケット持っていきますし、ただ夜の食事行く時はやっぱりジャケットで、パリが好きなんで、うん、
パリの食事行く時も、ね、日本人の人っていうところも行きますけど、やっぱりその来てるお客さんかっこいいんですよ皆さん。そうですね、うん、でやっぱりそのやっぱりジャケット着られてなんかそういう雰囲気がやっぱりあるので、やっぱりジャケットは必ず着ていきたいですね夜の食事には。まあ、特に何でしょうね、その若い頃は特にそうだったんですけど、やっぱりちゃんとした格好をしていないと、その東洋から来た人に対してのやっぱり偏見ではないんですけど、見方ってあるじゃないですか。やっぱりそれなりの格好をしていないと、あのそれなりに扱ってもらえないなっていうのは、特に若い頃はすごい痛いほど感じたので、うん、それが身に染みてるっていうのは、まあ、この年になってもそれがやっぱり何でしょう、マナーでありチケットでありだと思いますね。やっぱり服装ってコミュニケーションツールですから、その対人に対して対お店に対してどうあるべきかっていうものじゃないですか。そういった意味ではそこは何か何でしょう、自分としてはマナーを守りたいなっていう気持ちもあります。そんな感じ。あのやっぱりスマートでありたいんですよね、食事の時も何の時も。そうですね、まあそれテーブルマナーであり、服装でもそうなんですよね。やっぱりそのジャケット着てる方がスマートに見えると思うので。やっぱりあの日々日常生活している、リズムとか空気とか見る景色とかそういったものが全く違うものじゃないですか。それによる刺激っていうのは自分の中ではすごく大きいなっていうのを、この2年間出張に行かないことによって改めて思って、やっぱり生活リズムがなんかまったりしちゃってる今があって、まあ刺激とかモチベーションとかにつながるんですけど、それが自分にとっての魅力の一つ、大きな人の魅力の一つかなと思います。やっぱり新しい発見だと思うんですね、うん、まあ、その国やっぱりどの国行ってもやっぱりいいとこいっぱいあるんですね。やっぱりあの生活習慣だったりとか、あの、ね、美しいものがあったりとか、うん、美術館があったりとか、やっぱりそういう魅力を探しに行くものだと思うんですね、ここっていうのは。そうですね、